佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。女優でタレント活動もしております私佐藤美久が、ここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、もう7月も終わりですね。学生の皆さんはですね、いよいよ夏休みということで、一番困るのはやはり夏休みの宿題なのかなというふうに思います。なので私のちょっとね、夏休みの宿題についてちょっと思い出をねお話ししようかなと思います。まずはそうですね、小学校の時とかは自分でもやりつつ、ちょっと大変な部分はちょっと母とかにねちょっと手伝ってもらったりとかもしてたんですけれども、中学生の時はもう自分で自らもうやってました。で結構中学校で結構大きくなってくると、物を作ったりっていうよりかはこうレポートを書くっていうことが結構私の学校ではそういう子が多かったかなと思うんですけど、私はちゃんと作品っていうか物を作ってましたね。なんだろう、ペットボトルでできるエコーマイクとかあとはなんか低空飛行で飛べる紙飛行機って言ったらいいのが、厚紙で作ったちょっと特殊な紙飛行機を作ったりとかやってましたね、夏休み。じゃあこれ自由研究だね、自由研究、そうそう自由研究これ、はい。なので本をね、夏休みの自由研究の本をね、見ながらやってたんですけど、でも非常に面白かったですね。みんなにびっくりされてました。びっくりされました。では皆さん、夏休みの宿題頑張ってください。はい、ではこのあたりで改めまして、私佐藤美久の自己紹介をねさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、ここ市川うらら FM さんで毎月第2第4火曜日夕方6時から僕らの就職活動のレギュラーパーソナリティや、毎月第1第3金曜日23時からはネット配信番組 MeToo ショーでカタカナで佐藤ミトというネットアイドルという設定の中、ただただプレイステーションのゲームをやり続けるという生配信もやっております。詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。また昨年11月より豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。どうか皆さんアルカディア号のホームページのチェックもお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは美久の独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも、私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは先月国会で可決された成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正についてお話しさせていただきたいと思います。新聞報道によりますと、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、女性が結婚できる年齢をこれまでの16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法が成立。施行は2022年4月1日。成人年齢の見直しは1876年明治9年の大乗関府国で満20歳とされ以来約140年ぶりとなる。改正法の付則には成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれた。10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法の改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正などが含まれている。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては健康被害やギャンブル依存症への懸念から20歳以上を維持するため、法律の名前や規定にある未成年者を20歳未満のものと改める。また18歳から親の同意なくローン契約を結んだりクレジットカードを作ったりできるようになる一方、
親の同意のない法律行為を取り消する未成年者取消権は18歳から行使できなくなる。若年層の消費者被害拡大が懸念されるため改正消費者契約法も成立したとあります。このニュースで注目したのは、まず実は世界的に見て日本の成人年齢は高い方で、プエルトリコの14歳、ネパールやキルギスタンの16歳は極端かもしれませんが、他の国ではほとんど18歳が成人年齢としています。ただシンガポールやアルゼンチンのように21歳と現在の日本より高い国もあるので、一概に現在の日本が高いとも言い切れません。次に成人年齢の引き下げに伴って選挙権を持つことができる年齢も20歳からではなく18歳から引き下げられます。ちなみに選挙権の年齢引き下げはすでに施行されており、リスナーの方の中にはすでに選挙の一票を投じた高校生有権者も、いらっしゃるかもしれません。ちなみにこの選挙権の年齢引き下げは国政だけでなく県や市町村のような地方自治体の選挙も同様だそうです。こうなってくると若い世代の有権者に対する教育が大切になってくると思います。そしてその教育を担うのは高校になるでしょうから、高校の社会科関連の授業は結構大切になるのではないでしょうか。見栄えや知名度だけで政治を決めつけてはいけないことや、今の自分だけでなく将来のことを見据えることも大切です。このようなことは教えてもらわないと分かりません。で、繰り返しになりますが、高校の授業が結構大切になるはずです。ということで、ちょうど今の、中学2年生3年生の子たちが、18歳になる時には大きく日本が変わっているのではないかなと思います。私もね、27か28になっておりますので、どう変わっていくのかなというふうに思います。では皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さん、まずは少しでもこういった政治に少しは興味を持つことからお互い始めましょう。以上、ミクの独り言のコーナーでした。続いてのコーナーは今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたエピソードなどを拝見したり、目に留まったり伺ったり、気になった方々についてミク流にご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回もスペシャルゲストにお招きいたしましたので緊張しておりますが、いろいろとお話をお伺いしたいと思います。今回の推しメンは先月のゲスト関健二さんのご紹介で、とてもお忙しいところをお越しいただきました、映画監督プロデューサーの藤田真一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、それではまずは今回のゲスト藤田真一さんについて簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。藤田真一さんは1971年鹿児島県のお生まれで、高校卒業後に自主制作映画に携わられ、撮影編集演出制作方法を学ばれ、その後映画機材レンタル会社に入社、日本脚本家連盟ライターズスクールで脚本勉強など各分野においてご自身のスキルを上げていかれました。そして1999年、北村隆平監督の商業デビュー作バーサスに共同撮影として参加され、主にアクションシーン撮影を担当。2002年には仲間と共に映像企画制作団体ユーデンビジュアルを立ち上げられ、インディーズ映画 V シネマ企業 VP ほか各種映像企画制作に関われた後、2004年に株式会社アーティットを設立。博多ステイハングリーシーズン2無王総監督、ダブル2つの顔を持つ女たち監督のほか、プロデュースとしてワンダフルワールド監督並川大輔、東京テヤンデ監督神田裕二ほか、多数の映像作品について監督などを務めていらっしゃるほか、ミュージック PV などのディレクターとしても多くの作品を手掛けていらっしゃいます。ちなみに昨年公開のアクション映画リボーンではプロデューサーを務められました。
そんな映像のエキスパートでいらっしゃる藤田さんをお迎えして、今回私とても緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。長かったですね、すみません。全然全然。ではちょっとお伺いしていこうかなと思うんですけれども、はい、まず今ご紹介させていただきましたが、数多くの映像コンテンツに関わる原点になったものって何だったんでしょうか。原点、はい、まあ、プロフィールにありましたけれども、はい、やっぱり僕自主映画出身なので、はい、まあ何でもやるというか、できるというか、はい、そうなんですね、ですね、はい、やはり小さい頃からというか、子供の頃はやはり映画好きのお子さんだったんですか。まあ多分周りと比べるとですよね。もともと僕ジャッキーチェン大好きだったので。そうなんですね。まさに本当にアクション映画。そうですね、はい、ジャッキーチェンになりたかった一般の一人なんで。そうなんですね。で、いろんなジャンルの映画に携わっておられると思いますが、はい、リサーチによりますと、はい、藤田さんといえばアクション作品というイメージだそうですが、それについてはいかがですか。そんなこともないんですけど、最近なんかそう言われることが多いと、まあ多分リボンやったからだと思うんですけども、あ、そうなんですね、はい、なんで確かにでもアクション映画だったりとか、まあ、アクションジャンル映画は結構やってるので、はい、まあ、ホラーとかそういうのも含めて、はい、なんでそういうイメージがついてしまっていて、本当はちょっとヒューマンのやりたいんですよ。あー、そうなんですね。本当は人の死なないやつをやりたいんですけど、はい、アクション映画お好きでも、はい、やっぱりヒューマンなこうのもやりたいし、たいできるんだよって言いつつ、でも多分アクションやるでしょうね。いや、はい、それほどすごい方だなっていうふうに思います。はい、はい、そして前回ゲスト の関さん曰く、藤田さん監督としてはもちろんのこと、最近はプロデューサーとしてもご活躍とお伺いしたんですが、はい、改めてプロデューサーとしての一番のご苦労とはどういった点でしょうか。プロデューサー、そうですね、やっぱりなんだかんだ言って映画ってやっぱりプロデューサーが作るもんだって僕とか認識してるので、はい、むしろ監督よりもプロデューサーだと思うんですよ。もともとのその企画を立てたりとか、はい、あとそれをそういうこういうふうに進めていこうとか、はい、こういうふうに宣伝していこうとか、はい、やっぱそういうのも含めてやっぱり映画は監督というよりも、まあ、もちろん監督ありきなんですけど、そうですね、はい、はい、ありきなんですけど、井戸さんは監督クビできますから。わー、今ちょっとすごい。いろんな意味でやっぱりプロデューサーが映画作るもんだと思っているので、なるほど、はい、そういう意味では大変ですね。そうですよね、こういろいろ場所であったり、そうですね、監督の仕事の倍以上は動くと思うので、はい、なるほど、まあ、ちょっと素人のような質問で休職いたしますが、はい、監督をやっておられる時とプロデューサーの時とどちらがご自身的に面白いですか。はい、監督です。あ、そうですね。大変以外何にもないので。なるほど、はい、そうなんですね、はい、みんなが楽しんでる打ち上げの時に一生懸命裏で電話してるとかそういうことなので、はい、そうですね、はい、やっぱ監督の方が一体感がみんなとあるので、やっぱやってて楽しいのはやっぱり監督ですよね。なるほど、はい、編集というお仕事をこれほど映画などでご担当されていらっしゃる方に直接お話をお伺いする機会がないので、ぜひお伺いしたかったんですけれども、はい、藤田さんがお考えになるご自身が監督をしてらっしゃらない作品の編集の醍醐味を教えていただけますでしょうか。まあ、編集はやっぱり人の作品を切れるってことなんで、それやっぱ面白いですよね。あ、なんか言葉悪いですけど、いじれるというか。そうですね、はい、現場で1日かけて撮ったやつをこっちの判断で一瞬にして送られるさせる、はい、怖い怖い。そうですよね、この人出てるはずなのになかったことにするとかね。まあ、そういうちょっと責任感も含めて、まあ、それするためにはそれなり の理屈が必要なので、はい、ただ必要とあればそれを行使するっていうところも含めて、やっぱ編集はやっぱりダイナミックというか、まあ、最後の仕上げなので、うん、他の部署と違ってその手を入れたことによって最終的に完成するっていう工程でもありますの です、ね、やっぱり一番やっぱり現場ってやっぱり撮って楽しかった、あと楽しみでみたいな感じでありますけど、はい、やっぱり編集ってもう監督とほぼ二人きりで
バシッと最後 の, あの工程なんで、やっぱりちょっと緊張感ありますよね。監督と一対一 で, そうです、ね、あのみんな編集ってダラダラやってると思ってるでしょ。いや、私も1、2回ぐらいの MA に MA の, あのスタジオに入らせていただいた時があったんですけど、はい、すごいやっぱピリピリしてる。そうなんですよ、ね、感じがあって、編集ってみんな結構ダラダラやっててイメージやって、でみんなこ う, う、はい、お菓子持って陣中夢やってますけど、はい、基本的に振り返らないですからね。結構シビアに、あ、ちょっともうちょっと戻してとか。そうですね、はい、やっぱさっきも言いましたよね、はい、結構お金かけて時間かけて手間かけたところを使うかどうかの判断を一生懸命やりますんで。そうですよね、やっぱそういう映画は結構お金が、そうですね、はい、たくさん使われますからね、はい、そういう意味では結構責任感というか、結構みんなが思ってるよりも全然雰囲気違うと思います。そうですよね、はい、編集をすることによって、はい、こう映画のこうリズムというか、そうですね、すごい大事になってくるっていうのがやっぱりすごく感じますね、はい、で藤田さんが手掛けられた作品の中でこう一番印象に残っていらっしゃる役者さんについてエピソード一つお話しいただけますか。役者ですか。はい、役者、そうですね、いくつか作品あるんですけど、はい、例えばプロデュースで入った、はい、ワンダフルワールドって言われますけど、はい、その監督が浪川大輔さんという声優さんですよね。そうです、はい、が、まあ、監督もやり出てるんですけど、はい、やっぱ印象的なのはやっぱり僕それまで声優さんって接点がほとんどなくて、はい、私もはい、このプロフィールを拝見させていただいた時に浪川大輔さん、あれ声優さんだった気がっていう時があって、あ、監督もやられてるんだって、ちょっとびっくりしました。まあ、この一本だけなんですけど、ね、はいはい、それで監督やるってなった時に予定が作ったら分かんないみたいな感じになって、あ、なるほど、まあ、2人で結構こうしましょうこうしましょうってやったんですけど、その時にもういろんな声優さん、まあ、ほとんど声優さんばっかりで、ね、はい、その時にやっぱり考え方とか作品への向かい方とかがやっぱり普通の役者さんと全然違うんですよね。うん、なんつうんだろう、やっぱり僕らやっぱり絵で考えてるか、はい、そうですね、はい、映像は、はい、こっちから撮った方がいいとか、はい、やっぱり女優さんとかもやっぱりこっちの角度から撮ってくれっていうのが、はい、なんかがしらあると思うんですよ。で、はい、声優さんとかから来られた方って声優さんってやっぱり舞台とかもやられてたりするんですけど、そうですね、はい、やっぱ映像作品はあまりないみたいで、そこへのこだわりが全然ない分、あ、なるほど、ただセリフの言い回しとか、あ、ちょっとしたその絵と関係ないと思われるような、ちょっとした表情だったりとか、その辺のこだわりがなんか全然普通の通常の役者さんとかと全く違うなと思って感心した覚えがありますね。はい、あ、なるほど、はい、やっぱり声優さんと俳優さんってやっぱ全然、そうですね、まあ、元は同じとこから来てるんですけど、今はちょっと声優っていうジャンルできてしまってて、はい、元から声優で始まっている人たちも多いので、はいはい、そういう意味ではだいぶちょっとこう細分化されてるのかなと思って、あ、はい、私が通ってた専門学校が、はい、声優と声優科とあと俳優科でこう一緒になってる学校でして、はいはいはい、で1年生の時はちゃんと舞台というか、を踏んでというか舞台の勉強してから2年次で声優と俳優で分かれるっていう、はい、学校だったんですけど、やっぱり、はい、声優さんも絵でだけでなくこう動きも大事なんだよっていうのを教えていて、今ちょっとお話聞いて、あ、なるほどっていうふうに思いました。はい、まあ、そこまでは俳優さんって変わらないと思うんですけど、はい、そうですね、はい、映像俳優さんはやっぱりそこから角度とか、はい、そのこう、はい、わかります、作品の中でどういうポジションだったりとか、はい、そういうちょっと立体的に考えていきますので、うんうん、それに対してちょっと声優さんとかっていうのはやっぱりいかにこの空間を埋めるかっていうそこら辺の方でいきますから、それはそれすごいなと思いまして、はい、今回ご出演に際、はい、して藤田さんが、はい、プロデューサーを務められた、はい、リボンという作品をですね、私、はい、拝見させていただきました。はい、ありがとうございます。映像配信版見ている方はぜひ、はい、ホームページも、ね、ありますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、もうザ・アクション映画だなっていうふうに感じました。アクションって言っていいのかどうか分かんないですけど、いや、すごかったです。はい、主人公の黒田、はい、
の、はい、あのちょっと幸への思いとか、はい、あとはこうあの黒田のちょっと破壊というかこうなんていうんですかね、こう人を殺してしまう衝動の葛藤っていうのがすごく、はい、あの描かれていて、はい、あの非常に勉強というかあのかっこいいなというふうに思いました ありがとうございます、はい、あのでアクションシーンがすごいたくさんあると思うんですけれども、そうですね、後半に集中してるんですけど、ね、結構カット数がかなり多いんじゃないかなっていうふうに感じて、そうですね、はい、やはり編集ってすごい大変ですかね。これは大変でしたねやっぱりかっこいい編集って、はい、あの可能なんですけれども、はい、これに関して言うとちょっとアクション映画と言いつつもあのゼロレンジコンバットっていう、はい、あのゼロあの近接戦闘の、はいはい、それをちょっとあの初めて描いたというか、はい、おそらくなんであの要するにアクション用の動きじゃないので全く要するにあのある意味こっちでやりつつこっちで殺すみたいな、あそういうのが多かったよね。カメラに全然映んないんですよでもそれはそれでまたやっぱりこ見てる側としてはすごい緊張感が持てましたね。はい、で監督は下村裕二と言いまして、はい、はい、存じ上げております。あ、存じ上げております。はい、あの結構あの、はい、嵐に仕上がれとかで、ああそうそうそう、結構あの最近ねあれで有名だったあのムカつく一応あの嵐さんが、はい、あの私好きでして、ああよく、はい、あの下村さんが、はい、あの This is MJ で、あの出てらっしゃるのを拝見しておりました。最近ね、最近あれでなんか香りが。もともとアクション監督でして、はいはい、で商業作品をずっとバーサス以降やってるんですけれども、はい、あのちょっとそれとは違うことをやりたいと、あのやっぱり、はい、見せるあの動きがちょっとある程度いっちゃうとやっぱり嘘になってきてるっていうの彼も感じていて、はい、でもともと彼あの彼もジャッキー・チェン大好きで、はい、ちっちゃい頃二人いつもジャッキー・チェンごっことかやってたんですけどそうなんですね、はいはいはい、だったんですけどやっぱりあの本物を撮りたいっていうのはあの、はい、機会があれば、うん、でここでやっぱり稲川先生とタクっていうことをやろうってなった時に、はい、あの今までのやり方を一回全部捨てて、はい、得意のカット割りだったりとか、はい、あの得意のあのこっから角度取るとこう見えるみたいなっていう考え方を一回捨ててやりたいっていう、なるほど、そこから始まったので、はい、かなり試行錯誤しながらで僕も確かにそう思ってたんですよ、はい、あの一回ちょっともうある程度ちょっとこう伝統的な、はい、あの撮り方とか、はい、あのこう見せ方とか、はい、ごまかし方ってあると思うんですけれども、ちょっとそれを一回捨てたいなっていうのが あったので、もう撮影も編集の大変で、あの編集そうですね、かなりカット数多いなっていうふうに感じましたね。いや逆です、僕はカット数あれ少ないと思ってます。ああ、はい、そうなんですね。本当はもっとあの細かく刻んでやりたいなと思ってたんですけれども、はい、一回ねでもねあの細かく刻んだバージョンもあるんですよ、はい、あの最後のアビス戦、はい、あれすごいかっこいい、もう自分の中でこれ最高にかっこいい編集になったなっていうのがあったんですけれども、はい、それを下村監督と二人で見た時に下村がやっぱりこれは違うっつって、でえっつってめっちゃかっこいいなこれと思って、これはすげえかっこいいよってなったんですけど、これだとやっぱりそう、はい、あのやってる人たちの動きをごまかしてる部分がいっぱいあると、あ、うん、あのこの間を僕は見せたいんだっていう形でこの野郎と思って、で一回全部あのフラットにして、はい、でもう一回やり直したのがあのバージョンで、はい、すごいですね。なんで実はカット数はねこれ僕らが想定したよりも全然少なくて、あ、はい、そうなんですね、結構ワンカットでいってるところもありますし、はい、で本来だったらさっき言ったようにこうカメラに見えないところで撮り目させたりしてるようなところも、はい、あえてもうそれを使っちゃったりしてますんで、はい、非常にだから不親切な映画だと思います。あ、いや、あの見てて本当に面白かったです、はい、今後私が、はい、あの佐藤美久が、はい、藤田さん の作品に出演させていただけるのは、はい、どういった努力が必要でしょうか。僕の関わる作品に出るためにですか、はい、そうですね、なんだろうね
ったんだろうね。なんだろうね。なんかこういうことはできておいた方がいいよっていう、なんか。いやでもね、そういうのがあったらみんな出ちゃうんで、やっぱりオーディションやるじゃないですか、はい、でやっぱり上手い人だけじゃないですよ ね、 そうですね、やっぱりオーディションでこう、はい、ぐいぐいあのいいなってみんなが真似人、はい、する人って上手い人やっぱりいっぱいいるんですよ。てか上手い人だらけなんですよね。でその中で上手い下手関係なく、その中で、はい、あこの役にこの人出てほしいな、あるいはあのこの人のためにちょっとこの役膨らましたいなって思わせるのは、はい、なかなか僕もこの業界長いですけどそんな理屈は分かんないです。そうなんですね。はい、まあ、時期によって変わりますし、はい、作品によって変わりますし、はい、でもやっぱり確実にいるんですよね、あキラッてする人がね。あそうなんですね、うん、だからそれはやっぱりその人もそういう時期だったりするんですよね、おそらく、はい、タイミングとかあると思うんで、はい、だタイミングがあったらってことでしょうね。頑張ります。いい感じでタイミングがあったらお願いします。はい、ぜひ、はい、あの佐藤美久よろしくお願いいたします。ではちょっともうお時間となってまいりましたので、あの今回のゲストは映画プロデューサーの藤田真嗣さんでした。ぜひ皆さんあのこのリボンの作品ぜひあの DVD あの、はい、レンタル出てますね、はい、行きますのでぜひ皆さんご覧いただければなと思います。はい、今回のゲストは映画プロデューサーの藤田真嗣さんでした。藤田さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さんありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。